黒毛和牛特製カルビも試食の時間でございます。ここはイカリンさんプレゼン、はい、お、来た。失礼いたします。美味しそう。いやあ、もう色がいいですね。はい、ありがとうございます。あ、綺麗な。またいい体してね。ありがとうございます。店長さん。焼きたくなっちゃうよ。焼きたくなっちゃう。よく言われます。よく言われます。はい。同じくと。ね、店長いくつ？僕は35になります。35で店長になった。若い、偉いですね。ねえ。もう姿勢早い方ですか？早かったと思います。すごい嬉しい。こうやって会話がちゃんと ねできるなんか感じやもん。こちらが佐賀牛のミスジです。あ、ミスジ、はい、こっちがハラ、こちらが和牛の1位の黒毛和牛ね。ミスジ、佐賀牛、特製ペアの、じゃあまずこれ、イカリン教えてください。はい、焼きましょうか。あ、イカリンが焼いてくれるの。網変えてもらって大丈夫ですか。え、もう変えんの？網すいません。網変える？こっちは変えんの早いやん。こっちが熱され入れてるんで、こっち行きます。そうですね。ごめんなさい、はい、あ、でも確かにサラダと食うのうまいね。いや、いいです。そうなんです。これで結構量があるので量があるからね、はい、あ、どうぞ。みんなで食べれます、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、そうですね、その間にこっちでまた、はい、さあ、とちょっとあの両方一緒に焼かせていただきますね。両方一緒に、はい、ミスジとミスジと特選カルビ、なんかいろいろこだわりがあるんだね。はい、このすいません、どっちで焼いてるか分かんないことになっちゃいますね。あの今ちょっと網変えさせてもらったんですけれど、うん、塩があるんで、うん、さっきタレで焼いたので、うん、味が移っちゃうんで、あ、そうか、はい、うん、塩物とで、こっちタレなので、うん、ちょっと変えてもらいました。変えて、そんなデリケートなんですか。デリケートです、やっぱり、ね、はい、光の味になっちゃうので、うん、なるほど、はい、うん、でちょっと両方一緒に焼かせてもらうんですけれど、うんうん、網の上半分半分で焼かせてもらいます。なるほど、はい、わかりました。でちょっと待ってください。一応こっちで熱してたやつです。はい、大丈夫です。大丈夫です。いきます。何度ぐらい感じたんですか今の。はい、あの手を置いてやっぱりもうあっちっちぐらいにならないと。そうだよね。まあ、全然いけなかったりするんで。ハンドパワー。いただきます。ハンドパワー。ハンドパワーです。ハンドパワー。ミスターマリックさん、味噌煮込みうどんの時これ言いました。マリックさんの。じゃこれ返してもらいますね。両方同時に焼くわけですね。ミスジ11で入りました。はい。ちょうどここからラインです。なるほど、真ん中ね、はい、はい、うん、でちょっと強火のところで焼きます。ああ、なるほど。油物は強火の方がいいんだ。あのカルビとか特選とかはどうしても、うんうん、あの強火でパッと焼いて軽く焼ってしまった方が美味しいので。うん、うわ、結構ファイヤーが、ね、やっぱり油が、やっぱり油が落ちるから。ただね、イカリンさん、この油があるものは年を取るとなかなか食べられないというのがあるんですが、大丈夫ですか。黒毛和牛 の、うん、あのカルビとかは結構の重たくなかったりするんで、うん、いい油だから、いい油だからなんですよ、うん、それでお肉の酢によるんですよ。やっぱね、石油とは違うもんね。もう全然違うんですよね。でもこっちはあと10秒できます、はい、あと10秒、はい、それは、何ですか。カルビ、はい、カルビです。特選カルビの1位、はい、これは塩です。塩、塩、はい、いいやったね。そのままで大丈夫です。そのままで、はい、はいはい、黒毛和牛いっちゃっていいですか。もうはい、大丈夫です。普通に食べればいいですか。あ、これ、これタレですね。こっちはカルビなんでタレです。なので塩から先いきます。あ、塩から、はい、塩みすじ、はい、みすじ塩、こっちだけいっちゃう。牛のみすじ塩です。厚切りみすじです。じゃあいきます。うん、塩だ。おお、さっぱり。どうですか、佐賀牛のこのみすじの味はいかがですか。油が爽やかです。へ、ね、はい、そうなんですよ、うん、くどくないんだ。くどくない。油に味がちゃんとついてて、あ、いいですね。で染み渡っていくような、ね、感じがします。で塩が生きてますか、うん、なんか元気が出るというかね。元気パワーフードです、うん、そういう感じがします。これはあの今の厳選、今限定メニューですか。ミスジはフェアフェアのメニュー。フェアのメニュー、はい、この値段ありえないですか。ありえない。1000円切るんですよ、この上質な佐賀牛の、うんうん、
美味しい、こんなに美味しいな、上質なピンクの、うん、普通の半分ぐらいの値段、半分、もう東京だったらもっと高いんじゃないですか、高いかもしれないね、ありがたいですよ、じゃあ、はあ、結構三宅亭さんだと、あの X とか Instagram でもあのやってるんですけど、ペアであの普段のお肉と価格据え置きであの上質なお肉を出していらっしゃったりするんですけど、スペシャルな、はい、スペシャルなお肉が、佐賀牛もその一つですね、1位いきましょうよ、はい、特選カルビ、カルビです、タレ、これはタレです、タレなんですが、最初もそのまま炒めた方がいいです、うん、最初は、はい、そのまま、あ、もうタレいらないね、はい、あ、そうなの、肉の味がそのまんま、あ、柔らかいですね、溶けるような、うん、これだったら油大丈夫です、僕は、あ、そうですか、あ、それぐらい上質で、うん、もう本当にそうです、延々ループでもいいぐらいこの値段なんで、はい、これは最高ですね、この2つは最高です ね、 そうなんだ、いや、久しぶりですよこの焼肉を食べるのですか、いや、だから年取ると本当にね、油ちょっとそうなのよね、だからちょっと焼肉を避けてたかもしれませんか、確かに、あ、カルビをあんまり頼まなくなってないと、そうですよね、うん、これならいける、俺本当に最近カルビって1枚食べてもムカッとする感じになっちゃってたの、はい、これでももう終わりだなと思って人間として、早い早い早い、食べ方です、食べ方です、これ生まれ変わりました、あ、そうです、まだ生きていけるって思う、はい、まだ若いんだ俺は俺はいけるぞ、うん、勇気を与える、本当にもうこれだけきめ細やかなん で、うん、でさっぱりしてるんで、うん、もういくらでもいけますし、もう食べるだけでもパワーもりもりって感じなんですよ、もう本当にね、